名古屋市交通局100系電車は、かつて名古屋市交通局東山線で使用されていた通勤系電車である。本校では100系の中間車として製造された500系、700系電車、100系、500型をベースに改良された200系、600系電車、700型より改造された250系電車についても紹介する。なお、解説の便宜上、 編成として扱う場合は、藤川岡川先頭車の車両番号 F を編成名として記述する。100型は1957年の東山線、名古屋駅栄町間開業に際し、9月に12両が製造された制御電動車で、その後1963年2月までに40両が製造された。1963年の池下、東山公園管開業に際し、 編成を2両から3両にするため、100型から運転台を取り除いて、簡易運転台を設置した構造の中間電動車で、ある500型が20両が製造された。本形式は 3S 方式、迅速、静粛を基本方針として設計され、地下を走る車両であることから、第1の安全は、不燃性、第2の迅速は効果減速、第3の静粛は、 騒音の低減に重点が置かれている。ボディマウント構造、モノコック車体を採用し、車体塗装は画家の杉本健吉により選定されたナタネ色で、その塗装から光電と呼ばれた。この塗装は名古屋市営地下鉄の普通構成車両全般に使われたが、東山線では車体に帯を巻かない車両を用いるため、やがて黄色が 東山線のラインカラーと意識されるようになった。主要機器の項で述べるように、男性車輪を採用する点から重量が制限されたこともあり、全長15.5メートル級、幅2.5メートル級の車体長である。幅1100ミリメートルの片開き三扉車体で DD4D4D1 の扉、窓配置を持つ。3扉で扉間の窓が4個というのは、 資電車両との共通点である。また、寸法的には、東京メトロ銀座線より一回り小さい企画となる。また、特に朝の混雑が激しい藤ヶ丘方の先頭車は、後年、トブク袋窓の破損防止のためガラスの代わりに車体と、同色のボードをはめた。事故の200型にも、同じ処置がされている。床は、大枠上面にキーストン板を張りその上に、 コルク板とロンリウムを張っている。その後、コルク板は不燃化のため軽量コンクリートのユニテックスに変えられている。窓は外ハメ式のユニットサッシとされ、車内を広く見せる観点から大窓とした。側窓は上段加工、下段上昇の二段窓である。本形式から1975年までに製造された東山線、名城線車両は、 すべて室内照明が天井の両隅すなわち側壁上部に設置され荷棚がなかった。ただし、これは製造当時の地下鉄車両では乗車距離が短いなどの理由から他社でも省略された例が多く存在し、決して光電のみに見られた特徴ではない。乗務員室は中央に貫通路を設け、客室側から見て左側を運転台右側を 車掌室としている。車掌室側については、編成中間に組み込んだ際に仕切り道、乗務員室扉の方に折りたたんで客室として利用できるようになっている。中間車である500型は乗務員室がなく、代わりに、藤ヶ丘よりに簡易運転台を設けている。先行試作車として製造された101号は、下の一式線での試験運行時には、貫通扉上に、 方向幕が設置されていたが、営業運転開始時に撤去され、量産車と同様に貫通扉に方向板が設置された。なお方向板の文字は、開業時は、縦書き、記事に、根文字だったが、1982年に高畑駅まで延伸開業した際に、横書き、根字に、木文字、英語表記追加に変更された。主電動機は、 日立製 HS-503 を採用し、1960年以降の造備車については同一の定格、特性を持つ、日車製 NE-40B も採用されている。主電動機の出力は4 0ットであり、駆動方式は直角カルダンである。ギアについては当初クラーク社製の PCC 化用のものを輸入して組み立てていたが、 1959年の二次車以降は国産化された。当初の加減速性能は軌道加速度時速 3.0kmS、常用減速度時速 3.5kmS と現行よりも低かった。なお、設計最高速度は時速 78km とされている。制御機は電動カ無軸式の日立製 MMC、LBM 型を採用し、 1960年以降の、増備車は、同一性能の日車 NCA-404L も採用されている。台車は、コイルバネの日立製 K1-10A 型、K1-10B 型を採用し、1960年以降の新造車については、K1-10A と、互換性のある日車 ND-107 型、ND-107A 型、 ND-108B 型も採用されている。なお117号車及び118号車については、空気バネを使用した、日立製 KH-25A 型を採用し、517についても、ひとじき空気バネ台車である、日立製 KH-25B を履いていた。車輪については、騒音の低減という理由から1953年の、 名古屋市電1800型から1956年の2000型まで3年にわたり、新造車での実車実験を実施し、その結果ゴムの先端力を利用した男性車輪が採用された。車輪計 762mm、台車軸巨 1800mm と足回りもコンパクトサイズである。ブレーキは外締め式のドラムブレーキを採用。 制御には応答性の良い隅電磁直通ブレーキを使用し、常用ブレーキは発電制動を優先、大火重装置は最大制動力を制限する圧力制限式としている。また、百三点一零五百十九点一二一百二十三点一二七については自動と雪が搭載されている。もともと自然空冷としていた指定工機については熱容量を増加するため、 1965年に電動送風機による強制空冷に改造した。1974年には路線延長により当初計画より起伏が大きく混雑率も予想をはるかに上回り老朽化が進行したため4 0ットであった主電動機の出力を4 8ットに増強している。また空気バネ台車を履いていた117.118に ついては1983年に保守軽減と合理化のため台車交換を実施している。冷房装置を搭載できない上、ボディマウント構造で保守の面で問題の多い本形式は早期廃車の対象となり、1982年6月7日付で10 50 1 0 1 1 0に501.503、525.527の6両が最初に廃車となった。その後も廃車が進み、 1985年9月付で107.108が廃車されたことで、開業時から使用された車両は全廃された。この2両については、廃車前の1985年8月23日から8月29日にかけて、装飾を施した上でお別れ運転が行われていた。その後、500型は1987年11月付で517.519。 100型は1988年7月付で119.12例が廃車され、形式消滅した。路線の延長と混雑率の増加に対応するため、1964年に制御電動車である200系4両と中間電動車である600系2両、1965年に4両編成化のため、600系2両が製造された。製造量数は少ないものの、 名城戦線系のベースになっている。製造は201.202-601.602が、日立製作所で203.204-603.604が日本車両製造となっている。ボディマウント構造は保安上難点が多く、放熱の問題があり、また床下機器の取り付けスペースが少ないことから、通常のボックスマウント構造、セミモノコック車体に変更された。 通風装置は100型が、モニター屋根だったのに対し、箱型ベンチレーターが設置されている。車内については100系、500型と大差はない。主電動機は、三菱製メガバイト -3092 で、出力は5 0ットに増強され、駆動方式は WN ドライブとされた。主電動機については100系、500型と連結運転できる要量に応じた。 トルク分担のできる特性を持つ。制御装置は、車体製造所と同じく、日立製 MMCLTB-10 と、日車製 NCA-504L を搭載する。ただし、603については、日本車両製造性ながら、日立製 MMCLTB-10 を搭載している。台車は、車体製造所と同じく、日立 KH-46K。 日車 ND-110 系でありどちらも同一仕様である。軸バネや枕バネの方式については100型と同一となっている。ブレーキは100型と異なりディスクブレーキとしているが制御の方式について100型と同じ電磁直通ブレーキである。1988年7月7日付で200系2両と600系3両、1990年8月付で 残る3両が廃車され、形式消滅した。ボディマウント構造で保守性に難があった500型に、代わり、中間車の増備車として1965年に4両編成化のため、9両、1966年に4両編成化のため、11両、1969年から1971年に、かけて5両編成化のため、22両、 1973年に6両編成化のため22両の計64両が日立製作所日本車両製造で製造された中間電動車である100型と合わせるため再びモニター屋根となったが通常のボックスマウント構造である709号までは600型と同様の片開き扉で簡易運転台付きであったが7 1 5号以降は 名城戦線型をベースとした幅 1300mm の両開き扉で戸袋窓を廃止、側窓を三連窓として、簡易運転台は廃された。主電動機は、最初に製造された709までの給料が600、型と同じ三菱製メガバイト -3092 のほか、日立製の HS-830 を採用し、出力はどちらも 50kW となっている。 一方、1966年に製造された710以降は、同じ形状、形式ながら 55kW に出力を増強しており、1969年の721以降は、日車製 NE-55 型も採用されている。制御装置は200型と同じく、日立製 MMCLTB-10 と日車製 NCA-504L を搭載する。 1969年に製造された721以降は、電動発電機を廃止し、3両分の給電能力を有する SIV を搭載する。台車については200型と同じく、日立 KH-46K、日車 ND-110 型を採用し、721以降は KH-46AND-111。 ND-111SKH-46C、住友製 FS-354FS-354AAS も採用している。ブレーキについては1973年の743以降、新造時より保安ブレーキを搭載する。なお、715以降は、車体外観こそ800型と同様であるが、 制御回路電圧の違いから300系編成への挿入は不可能である。1983年から18両が250型に改造された。1996年11月11日から東山道植物園の開園60周年を記念し255.256と編成を組む700型は動物と植物をアレンジしたデザインの塗装にされた。 1987年11月に707.708が最初に廃車され、その後も廃車が進み、1999年4月に最後の12両が廃車され、形式消滅した。2 5 0系1 0 0系、2 0 0系の廃車に伴い、戦闘車が不足するすることから、比較的経年の浅い700型を活用するために、登場した戦闘家改造車である。 日本の地下鉄としては、今のところ、中間車が先頭車に改造された、唯一の例である。正面は五線型をベースとした左右非対称の切り妻構造で、五線型と異なり、垂直になり、東山線の光電としては、唯一、正面方向膜が設置された車両である。改造方法は、車体全部を切断した上で新造した、運転台ユニットを接合する方式である。 また、運転機器は、廃車となった100型から流用している。1983年に2両、1984年に4両、1985年に4両、1986年に4両、1987年に4両の、計18両が、日本車両製造豊川製作所にて改造され、引き続き中間車に700型を挿入した編成を組んで使用された。 改造前後の写ンは、下記の通り。1996年11月11日からは、東山道植物園の開園60周年を記念し、255回が動物と植物をアレンジしたデザインの塗装にされた。1993年6月に6両が最初に廃車され、その後も廃車が進み、1999年4月に最後の6両が廃車され、 形式消滅した。廃車後、一部の車両については、他の事業者に譲渡され、河川州電化改造が行われた。譲渡された車両は、以下の通り。1985年付で廃車された107.108の2両については、藤ヶ丘工場で保管されていたが、2000年に、レトロ電車館が開館するにあたり、同館へ移設の上、公開保存された際、 107の飛ぶクロブは金属板から窓ガラスに戻された。市営交通資料センターには本形式の運転台が保存展示されており、実際に動かすことができる。また、135の前頭部が日清工場内に保管されており、イベント時には公開されることになっている。名古屋市交通局200系電車に関するカテゴリー、 名古屋市交通局600系電車に関するカテゴリ名古屋市交通局700系電車に関するカテゴリありがとうございます。